はい、こんにちは、じいちゃんです。今日今夕方のお散歩帰ってきたんですけれども、どっか途中で GoPro を落としちゃいました。今日の、朝のお散歩のデータとかもね、吸い上げてなかったんで今日全くなしです。ふみみちゃん遊びたいか、ちょっと待っててね。ということで今日の動画はこれからどうしよう。ここに入れてたんですよ。でマイク あのレコーダーと GoPro あって、でポロンと落ちちゃったんでしょうね。GoPro はサブスク入ってるんでなんか安く購入できるらしいですけれども、ちょっとじゃない、かなり落ち込んでます。わんみみちゃん元気だね。帰ってきて落ち込んでたらみみちゃんもペロ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 舐めてくれてね、気落とすなよみたいな態度だったんですが、もう違います。うう遊んでくれってなってます。あと GoPro のサイトを調べたり、あそこ英語だからな、あとサブスクで手に入れた方をもう一回じゃない、サブスクで手に入れた方のね。はい、ページとかを見て参考にして早く手に入れたいと思います。今日はお散歩でいろいろ喋ったのも全くなしです。みみちゃんのお散歩姿も撮れてませんということでごめんなさい。頭やばい。雨の中ね戻ってみたんだけど、ちょっと見当たるとこ見当たりませんでした。残念。はい、今サブスク調べてみましたが、破損とか故障の場合は交換ができるらしいんですけれども、紛失はダメみたいです。はあ、へこむな。参っちゃいました。ヒーロナイン買うか、ちょっとメルカリでも見てみたいと思います。メルカリにお金ある程度入ってるんでね、メルカリでいいのあったらそれ買おうかなとか今考えてます。いや5万いくら買えねえしな。で新品はねちょっとね、9月に新しい GoPro 11が多分出るでしょうから、10を売ってそれにして10売ろうかなとか思ってたんですけれどもね、ちょっとやばいです。泣き面に蜂がいっぱい飛んできました。ではでは。